私はもう常になんかどのお客さんに対しても一緒な気持ちでやってますね。どんな日だろうが、なんかそのコンディションとか左右されないように気をつけて、なんでこうあの電車の中で気持ち作ってオンオフちゃんとつけて出勤するって感じですね。顔にかけてメイクのげたらきっかけ。マジめっちゃいいやん。めっちゃいい。店員さんに聞いて。ありがとう。いやいや全然いつもありがとうございます。びっくりしたんやけど。そう。僕もなんかちょっといつも早く来ちゃった。何時から練習した？今日は7時半です。すげえな。いいよ。ブローの形をもうちょっと整えるとしたら、ここやっぱりもうちょっと締めてあげるときれい、奥行きを作ってあげるイメージ。ここがこの前のレイヤーブローって言ってたんだけど、ちょっとこの辺を立ち上げるだけの方が丸さが綺麗に、同じシルエットでも全然違うように。ありがとうございます。こういう明るさ、全体のロケーション的に明るい方が綺麗と思う。こっからしたらこっちの系統で行った方がいいよ。いやでも高めでも間違いじゃない。レベルが違うなって思う。リラックスできるのももちろん大事だと思うんですけど、ちょっとこう背伸びして来れる場所としてなんかネックスってあってほしいと思うので、お客様にも技術やるにしてもなんかここはこう今までのところと違うという説明は絶対するようにします。その説明があるないで同じことやっても絶対響き方が違うので、それを説明するのと、あとそのスタッフに接し方とか、そういうところも気をつけてもらって、ただやるんじゃなくて、ちゃんとこういい意味爪痕残せるっていうのをみんなでやってもらってます。いいね。唯一無二っていう感じなんですけど、まあ、まず第一に上手くないとお話にならないなっていう感じ。なので、まあ、結局雰囲気が良かろうが、価格が安かろうが高かろうが、お客さんにやっぱ満足していただけなければ、やっぱ何も意味ないし、また行こうって思ってもらえない。で口コミも下がってしまうということなので、まあ、実力で常に評価していただければ一番嬉しいかなっていうのは思いますね。まあ、ネックスとしてやっぱりどのスタイリストのお客様にも同じような価値みたいなのを感じてほしくて、その中で各々の強みがあってやっぱり技術の推しがあるんですけど、でもみんな幸せになってもらいたいっていうのはあります。みんなで一つのことする、お客様にも時間をいただいている分に同じクオリティなんだったら早く帰れた方が、お客さんにとっては他の時間として使えるので、みんなでお客さんを見ながらサポートするっていうのもそうですし、使っている商材がめちゃくちゃいいので、やっぱり同じ施術をしてもネックスでしたものと他の他店さんでしたものだと手触りが全然違うとか、あとはみんながこうもっと上手になりたいっていうスタッフが多いので、情報がすごい早いなと思うんですよね。これがいいよとか、こういう技術どうかなとかがあるので、毎日いろんな商材が変わったりとか技術が変わったりする部分、お店のレベルも上がってるのっていうふうに思って、いい関係かなっていうふうに思います。先輩方が言ったことももちろん全て含まれると思うし、なんか僕も今聞いててすごい勉強になったんですけど、まあ、それも含めて僕は お互いに感謝をし合えるよう なんかこう美容室を来てくださってありがとうございますっていう感謝の気持ちを僕はいつもずっと忘れてないし、それは先輩方からもなんですけど、でかつお客様はその、まあ、勝利さんだったりとか寺田さんだったりとか、もうここにいるメンバー全員そのある程度こうお客様もこの人に切ってもらいたいと思って指名されて来る、で切ってくれてありがとうございます。でそのためには先ほど言ったように技術力が絶対必要だと思うし、
でもその技術力って大体磨くかっていったら NEX のしっかりしたカリキュラムだったりとか一流のサロンの皆さん修行して積んできたものを常に毎日見てる。でそれでお客様が喜んでもらえる。お互いが感謝し合う。でもっと言うとスタッフがみんな感謝し合える。なんかそのお客さんに伝わると思うんですよ、感謝って。ギスギスしてるサロンが嫌なんで。そうじゃなくてこう例えばヘルプ入ったらありがとうございますって言うサロン自体僕あんまり見たことないんですよ。大体、あっていう感じなんですけど、なんかそういうありがとうってすぐ言えるようなサロン、そしたらお客様もなんかこう、ありがとうって言いやすいと思うんですよ。で、お互いに感謝して、50-50 の関係で信頼関係を築いていくっていうのが、僕は理想系かなと思ってますね。めっちゃいい。多分センスは多分同じものを描いてる。逆に手を早く動かせばいろいろできることが増えるんで、なんか上だから掃除しないとか下だから掃除しないといけないと思ってみんなで掃除した方が絶対いいと思うんです。みんなが言ってくれたことがそれぞれ反映されてお客様に届いているといいなっていうふうに思っているところと、やっぱりこうやってお客様に対してそういう思いを持っているスタッフが成果を上げてそこに存在して影響力を及ぼしていると、やっぱりそこを取り囲む他のスタッフっていうところもシナジー発生していってどんどん良くなっていくっていうのはすごく今生まれかけているのかなっていうふうにはすごい感じます。もちろんその何ですかね、心の部分でお客様に対する部分スイッチを入れ替えたいとか、刺激的な場所でありたいとか、なんかこうお客様にとってすごく特別な場所、数ヶ月に続く特別な場所であるっていうふうに思っていただく部分と、宮本君が言ったような、それまで技術的なところで、絶対的にまず上手くなきゃいけないとか、良くなきゃいけないっていう、両方がすごく今、仲間たちがたくさん集まってきて魅力的な、両方がこう両立できるような状況ができかけているのかなと思うので、まあ、どんどんこれを、その影響を大きくしてお客様に常にこう感動されるで、お互い信頼し合っていい関係が築けるようなサロンできたらいいなと思うところがあります。多分みんなもうすでにここにいるメンバー特にそうなんですけど、そうなんですけど、オールスター化っていうテーマが一応サロンの中であって、もう各プロフェッショナルが集まってもうそのなんだろう、お店としてみんなでこれやってこうぜっていう、もちろん行動のテーマもあるけど、まあ、それぞれが売り出したいものとか高めたいものっていうのは違うっていうのがあって言って、で、まあ、オールスター化って僕は呼んでるんですけど、まあ、そういう本当にオールスター化今している状態にあるので、まあ、この人はこれが、この人はこれが上手、これが上手、これが上手とかっていうのが合わさって、さっき西川ちゃんが言ったような それぞれの得意分野がみんなある中で情報共有していくから、その結果またさらにレベルアップしてっていう状況が生まれてて、でお客様の中でも、まあ、そういう感覚をキャッチしてくれている方が結構増えてきてると思うので、さっき言ったその指名だったりとかっていうのはやっぱできやすいのかなって、なんかそういう意味で変なプライドないかなと思います、ね、なんかそこを僕らは逆にそういうのをそのプライド作っちゃいけないと思って、そうするとこう何ですか、プライドがいい意味でないサロンとして次育った子たちがみんなまたこう聞きやすかったりして成長することもっと上がったらいいので、それをどんどん続けていきたいなと。でもさっき言うと本当に最後のお客様やってる時入れる人とかで結構癖毛な方だったんですよ。耳の音の気を聞いてストレート、まあもともとやってた方がハイライトやってるからってちょっと衝撃がありなくて、あ、そうですね、ストレートしたいですよねって話して、いや、これ、そうですね、ストレートするといいと思いますみたいな話しながら、僕もできますし、決してやりたくないわけじゃないと。で、お客様自体も常連のお客様で、信頼関係もあるので、でお客様が話してたら、ストレートってめんどくさいですよねって言われて、いやいや、僕、めんどくさいからどうとかじゃなくて、やっぱすごいプロフェッショナルがいるんで、ちょっともしストレートする機会あったら、僕もできるし、別にやりたくないわけじゃないし、いいものを提供してるんで、宮本っていうのがいるんで、紹介させてくださいって言って、4月頃、ありがとうございます、予約入りました。めっちゃうまいっす、神業。
最初からこうネックスをオープンして立ち上げるときに全員の意識として全員が経営者だったらお店をどう運営していくかみたいなところがまずあって、やっぱその意識がちゃんとみんな持ててるなっていうところをすごい感じていて、だからまあ気になることがあったらたくさん相談してくれるし、こう改善していきたいとか、お店のフロアのことでもそうだし、スタッフのことでもそうだし、技術のこともそうだしっていうので、自分がオーナーだったらこうした方がいいんじゃないかっていう視点を持っておくだけで、やっぱり自己中的な意見があんまり出ないなっていうのをすごい感じてて、それがすごい今ミックスの中で広まってるのがすごいいいことだなっていうふうに感じてます。ネックスで、去年の1月から加入させてもらってちょうど1年が経って、最初に寺田さんに会って話した時に、なんか僕はこうネックスこうなったらいいなっていうところでフードを作りたいなと思って、それを寺田さんに言ったんですね。もっとこうなんていうんですかね、負荷かけて自分自身にいい意味で負荷かけて自分でブレイクを踏まない、なんかこう美容に対して前向きな集団でいれば、本当にさっき言ったみたいにオールスターの計画、僕すごいめっちゃいいなと思って、それでこう入りたいなと思ってきっかけでもあったんですけど、それが多分近い将来できるなと思ったんですよ。うちって本当仕組みめちゃくちゃちゃんとしてるじゃないですか。美容業界で言っても本当にこうトップのホワイトな企業だと思うんですけど、なんか本当クリア透明透明クリアトリートメントなんですけど、もうちょっとこう美容師としてのプロフェッショナル感を出すには負荷が必要だなと思って、でそれがお互い高め合うってことができたらもう最強じゃないですか。仕組みも最強、フードも最強ってなったらもう他にかなうサロンもない、それを、まあ、今はできつつあるけどもっとやっていきたいなと。僕も意識してることだし、多分みんな結構うちのサロンってそうだなと思うのが、まずこう感情的に怒るっていうことはないよ、ね、そういう人がそうじゃない人が多いと思う。なんかこう感情的に自分に不利益があったから怒るとかそういうことがなくて、なんかこうじゃあ次どうしようかとかっていうなんか建設的な話ができる、まあ、それってもともと僕自身はすごい昔から大切にしてた部分なんだけど、やっぱそういうことしていかないと発展していかないし、でそういうメンバーがやっぱ集まってて、そこに対する風土っていうのは、うん、どんどん作っていきたいな。成長っていうところと、あと新しいものを拒まないってところがすごいなと思って、その成長っていうところはスタイリストももっと頑張ろうっていう成長もあるんですけど、そのアシスタントの子もいろんなサロンも経て入ってる子もいれば新規で入ってる子もいれば、スタイリストもそれはそうなんですけど、そうすると学び方が違ったりとか環境が違って自分が合ってるって思ってたことがちょっとずれてたりとか、自分のこれがいいなって思ったことが、あ、これめっちゃいいじゃん、いいじゃんってなったりすることってあるじゃないですか。それがなんかこうどんどん大きくなって FEX のなんかいい感じの雰囲気とか、もっとこれやっていけばいいみたいなのがなんかこうグレードアップしてる感じがして、一番のすごいなと思うのは、素朴に思うのはこうヘアキャンプに3人出るっていう時点でもうありえないです。他のサロンで見たことないです。こんなサロンは、まあ、なんだろう、勝利さんがなんかこうメインで最初動いてたものがどん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 ムーブメントが大きくなって、で僕が出て次宮本先生が来て、もうそれが社会的な実績というか、もう何も言わなくて結果で示してるんで、うん、そういうのはもう本当他にはないんじゃないですか。3人出てるのないと思うし、なんか、まあ、男の子は男の子で普通になんかあれ欲しいっす、頑張りますみたいな感じでイラついてるんですけど、でもなんか女の子って結構なんかプライベートも重視することすごい多いじゃないですか。なんか、いや私はそこそこでお休みの日はしっかり休んでみたいな、仕事はちゃんと定時で帰りますみたいな、まあ、社会的なあれもあるんですけど、でもなんかネックスはなんか業務委託サロンとして、まあ、やってるわけなのに、なんかアシスタントの子たちもやっぱみんなの影響だと思うんですけど、いや本当に私も西川さんみたいになって入れてうまくなりたいですとか、めちゃくちゃ売り上げたいですみたいな、
その上昇志向を女性から感じれるっていうのはもうすごいいいことなんじゃないのかなって。そしてそれに触発されて、なんか男性陣のアシスタントとかも、あ、じゃあ負けてらんないよみたいな感じで頑張ってるっていうのは、意外とやっぱ理想系というか、やっぱ女性でやっぱそういうモデルケースがいるサロンっていうのはとてもいいなっていう、他とちょっと違うんじゃないかなっていうのはありますね。まず設備面がちゃんと充実してる。例えばドライヤー1つ取ってもエプロナイザー全部入れてますとか、シャンプーを取っても何十種類もシャンプーが置いてありますとか、パーマ剤カバー剤に関しても妥協なく使ってるんで、そういうちゃんとした技術を提供できるっていう環境がまず1つあるなっていうところがあと、スタッフ内側の技術のところでいうと、こうやって本当にいろんな技術を持って、いろんな技術にプライドを持っているスタッフがいて、かつそこが風通しよく話せるという状況があるので、こう高め合えるというところはいいし、うまくできないとかちゃんと聞いて、どんどん成長できるというのがいいところかなと。